トカ,カツオの「トカチャンネル」そうですねまああの井上チャンピオンとかね最近は村田チャンピオンとかでこうボクシング界がガーッとこうね人気も上がってきてますからあ世界的にもねこうテレ,テレビカメラで全世界にね放映できるようになってきた時代ですからまあ YouTube も流行ってるということで YouTube でいろんなことを 話せるということでまあボクシングの仕事だったらまあジムにいてもね話せますからまあ一回ボクシング界の宣伝にもなるしやってみようかと、まあ、そういう意味であの声がかかったんで「やりま YouTube いいですよ」っていうことでね、えー、じゃ試しにやってみようかとはいそういうことですね。えー、まあ始めたらその井上チチャャンンンンピピオオとか村田の あの反響があったんでだんだん面白くなってきてそしてすごいボクシングのマニアがいるんだなとすごく詳しく書いてくれる人がいてすすごく勉強になるんですよ僕らはねにわかファンって言ったらおかしいですけど世界チャンピオンになってきたんですけどもそんなに深くいろんな人らは見てなかったましてそういう研究しまくる時代でもなかったんで。 でそういう意味では僕が入れたことでぶーっと入ってきてねで詳しい話僕が知らない話とかどんどん入ってくるんで勉強になりますねありがたいです本当皆ささんんんありがとうございいいますどんどん詳しい話を送ってください、えー、私も教えながら勉強をしてもらいながら私も皆さんの投稿で勉強になりますから、はい、これはボクシングのどんどん面白さを広げていけるんじゃないですか。うん、そして あの私が載せたー YouTube に投稿でいろんな意見をくれて、その意見に対してまた意見をくれてっていうこういい意見でねここはこうだ、僕が説明しないでも他の人が説明してくれたりしてるマニアの人がいっぱいいるんですよ。あそういう意味では面白いですね。いや知らないとこからどんどん意見でね勉強になるし、えー、その質問してくれた人も僕は 見てないところでまた他の人があの答えを出してくれたりするんでものすごいなんか僕振会の活性化になってますね私の脳脳みその活性化にもなってますけどね、えー、これからさらにね僕振会盛り上がるように頑張りたいですねまあボクシング日本のボクシング界の歴代世界ジャンプのね話もしてますけどもこういう人がいたんだこういう人がいたんだこんなすごい人がいたんだ こんんな逸話を持ったた人がいたんだとかねそういう本当に日本のボクシング界の歴代チャンピオンも面白い話がいっぱいあるんでぜひ見てほしいですね試合だけじゃなしにぜひこういうまあこうやって話してるとねあわよくばこの私の意見に賛同してくれてねあの才能ある選手とかねボクシング習いたいっていう人が来てくれるかもしれないんでまあその辺も 狙ってますじゃあこれからも「トカチャンネル」をよろしくお願いします。